立花宗茂、戦国時代に活躍した武将である。豊臣秀吉は宗茂のことを次のように評した。東の本多忠勝、西の立花宗茂、東西無双。その尋常ならざる戦場での活躍により、後世では戦国最強との呼び声も高い。宗茂の生涯を漫画で振り返る。チャプター1、スパルタ教育。1567年、豊後の国、武家の長男として生まれる。父は高橋常雲、猛将として知られる存在であった。我が家の将来はお前の手にかかっている。はい、父上。宗茂は若い頃から才気あふれる存在だったという。そしてその才能に目をつけた人物がいた。立花道節である。道節は父常雲の同僚だった。あいつ才能あるな。常雲、その子わしにくれ。は？道節は宗茂を養子に迎えたいと申し出る。いやいや、道節さん、こいつは私の家の長男ですから、よその家にやるわけには。頼む、わしには跡取りがおらんのだ。必ず立派な武人に育ててみせる。最初は断っていた常雲だったが、道節の度重なる説得に折れる。こうして宗茂は立花道節の娘である銀千代と結婚して立花家の婿養子となる。気の強そうなお人だ。立花家で宗茂を待っていたのは道節からの厳しすぎる教育であった。立花家の跡取りとして徹底的に鍛える。道節によるスパルタ教育については別の機会で紹介しますが、かなり痛そうな逸話が残っています。それからしばらくして、宗茂は優秀な武人へと成長していた。どりゃー。チャプター2、無双の武人へ。その後宗茂は多くの武功を挙げていく。1582年、佐原城を落城させる。1583年、この宮山城、龍徳城を落城させる。1584年、1000人の兵で8000人の兵を撃破。そんな中、1585年、養父立花道節が病気でこの世を去る。父上。さらに島津軍との戦いの中で実父高橋常雲が戦死する。父上、許さんぞ島津。宗茂は島津本陣へ奇襲、島津軍を退却に追い込む。島津、覚悟しろ。さらに追撃時に宗茂らは数百の敵兵を撃ち、高取城を攻略し、岩屋城、宝満城を奪還している。厄介な。この時の活躍を主君である大友宗麟は高く評価した。よくやった宗茂、ありがとうございます。宗茂の実力を評価したのは宗麟だけではなかった。豊臣秀吉もまた宗茂の才能を認めることになる。忠義も武勇も九州一である。その後秀吉は宗茂に13万2000石を与え、独立した大名とした。その後も宗茂は数々の戦場で異常ともいえる活躍を果たしていく。朝鮮出兵では敵兵をなぎ倒し、味方の将たちを次々と救った。助かったぞ立花殿。宗茂の戦を目の当たりにした小早川隆景は次のように評価した。立花家の3000は他家の1万に匹敵する。おりゃ。武神のごとく戦場をかけた宗茂の刀は歪んで鞘に戻らないほどだったという。あれ、入んない。すげえ。やがて豊臣秀吉はこの世を去り、時代は流れる。天下分け目の大戦、関ヶ原の戦いが始まろうとしていた。チャプター3、関ヶ原の戦い。1600年、関ヶ原の戦いの直前、徳川家康は焦っていた。立花宗茂は何としても我が軍に取り込む。奴の才能は危険だ。家康は
法外な報酬を用意し、宗茂を自軍に誘った。しかし、宗茂は家康の誘いを断る。秀吉公の恩義を忘れて東軍側につくのなら命を絶った方がよい。殿、西軍に勝機はありません。徳川率いる東軍につくべきです。家臣の中には東軍につくべきだと進言する者もいたが、勝敗にこだわらず。宗茂はそう口にし、西軍として戦いに臨んだ。関ヶ原の戦いは西軍の敗北で幕を下ろす。西軍に属した立花家は改易、家を失った宗茂は浪人となる。チャプター4、宗茂の最後。没落した宗茂を救ったのは徳川家の重臣本多忠勝であった。立花殿、立花殿、私に任せてはくれないか。本多殿。忠勝は主君である家康に宗茂を推挙する。家康様、立花殿を許してはいただけませんか。そうね、うん、オッケー。忠勝ってこういうとこあるよな。宗茂の実力と忠誠心を知っていた家康はこれを認めた。こうして宗茂は大名に復帰することになる。かたじけない。それから約10年の時が流れる。豊臣家と徳川家の間で再び戦が起ころうとしていた。大阪の陣である。1614年、家康は焦っていた。立花宗茂は何としても我が軍に取り入れる。奴の才能は危険だ。家康は宗茂が豊臣方に味方することを恐れて必死に説得したという。絶対に豊臣方に行かないでくれ。わしにも恩はあるでしょう。はい。家康の説得が功を奏したのか、宗茂は徳川軍として参戦する。宗茂の活躍もあり、大阪の陣は徳川幕府の勝利で幕を下ろす。やっぱ立花さんはすごい。それから約20年の月日が流れる。1637年、九州西部島原の乱勃発。日本史史上最大規模の一揆である。一揆を制圧するため宗茂も幕府軍として参戦する。この時宗茂は70歳を超えていた。大丈夫？夜襲が来ます。え、敵襲だ。本当に来た。宗茂は戦いの中で敵軍の夜襲を予告して敵中させるなどの活躍を見せる。さらに城攻めの際には往年のような武勇を見せたという。私に続け。あの人すごすぎるよ。その活躍を見た若い兵らは驚愕したという。こうして島原の乱は収束した。それから数年後、立花宗茂はこの世を去る。同年76、実子に恵まれなかったため宗茂の子孫は存在しない。立花宗茂、その強さはまさに天下無双であった。今日の名言。強い人々は常に率直だ。レフ・トルストイ。次回の日本史漫画は神の子と呼ばれた少年天草四郎の生涯。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。